YouTube! ドレミジャズハンサーマンです、えー。ゴリラから見た音楽理論、ドレミジャズ、えー。ドレミだけでなんちゃってジャズウクレレというね、ちょっとふざけた音楽理論の、えー、本をね、キンドルから出して、えー、その、この本に、えー、完全準拠した、えー、音楽番組です。ね、ただ、この音楽理論って言っても、わしはあの、えー、楽譜と読めないんで、そんなね、ゴリラみたいなわしでも、音楽の仕組みというのはね、理解できたんで。 その理解してったこのなんちのこの工程をね、えー、皆さんと共有したいと思ってこの本を書きましたねなんであのお気楽にね本がなくても、えー、ついていけるようにしゃべりますんで、えー、お気楽に聞いてくださいで今日のレッスンはレッスン9シャープ9コードとはラーメンなのだね ままた来たた来来ね、わけわけからん話が来ました、ね、前回コードって何だっていうレッスンやってコードは一個飛ばしの掟きてねあのゴリロンというのは全て、えー、頭をね例えば G というコードを見たら G を頭としたね G がここですねドレミファソラシドで考えるっていうねあのアルファベット無視して。 アルファベットトははスタートを合わせるだけで後は無視しますというこれは用なんで、な,な,のごなんだけども、ね、コードも一緒、ね、コードも G というコード見たら G をドとしたスタートとした、ね、ドレミファソラシドがあるそのドレミファソラシドの一個飛ばしで重ねてみようという、ね、だって一人一緒寂しいから、ね、仲間相性がいい仲間と、ね、チームを組んで、ね こう立ちかう,、ね、う、歌を応援しよう歌をさえようっていうようなこれがコードっていう話しましたねじゃあそのドミソって何だってドミソって何だっていう話をねちょっと質問もあの来たので、うんえー、それについて今日はお答えしますね、えー、ドレミアその人には全てキャラクターがあるの、ね、ドラマとか映画とかね そういういねあのドラマとかをちょっと思い浮かべて、ね、主役がおってヒロインがおってみたいなさいろんなさ登場人物がおるじゃんそれがドレミアンスの人でそのドレミアンスの人にはそれぞれに役割があるの、ね、これ大事その役割を頭に入れちゃえば音楽ってすげえ見えてきます、ね、でその役割をね今日は何で例えようかと思った時にこのコードとはラーメンなのだということで強引にいきましょうね えーまあ、コードではドミソシそのね各あのコードの、えー、アルファベットの音をドとしたドミソシを重ねたものっていうねあの大前提を元に話しますんでそれをそれをちょっと理解し,してない人は前回の動画に戻ってねちょっと復習してくださいねいきますだってラーメンっていうぐらいだからねラーメンだからね麺がなかったらさラーメンじゃなくなっちゃうじゃん 麺がないさワンタン麺から麺を抜いたらさワンタンスープになっちゃうよねだからあのドというのはその集合体の中で一番メインとなるもの、ね、ラーメンで麺を食うもんだろう、ね、やっぱりねということでラーメンはのドはドはラーメンで言うと麺です、ね、続いて「み」はなんだ?「み」というのは、ね、実はねドリミアソワ州の「み」というのはマイナーかメジャーを決める重要な役割なんだよね これもね、まずあのー、理屈は言わない。身を見たら、マイナーかメジャーを決める役割と思って。で、その身が何かっていうと、ラーメンで言うとね、スープなんです。身はスープ。ね。なんでかっていうと、スープのさ温度が高いと、普通のラーメンじゃん。年がら年中食えるメジャーなラーメンだよ。でも、温度が、スープの温度が下がっちゃうと、何になる 冷やし中華だよな。冷やし中華って夏しか食えないじゃん。夏しか食えないマイナーなメニューなんだよ。マイナーねだから、み、えー、というのはラーメンで例えるとスープなんです。み、ね、が温度が高い。つまり、みのままの時はメジャーで、温度が下がる。みがみフラット。つまり、まに下がると、マイナーになっちゃうという。そういうものがみなんです。そして次いきます。 えー「ソ」ソというのは、えー、ラーメンで例えるとね「ソ」は丼なんです「ソはどんぶり」は丼ねどんぶ丼っちゅうのはさ丼が例えばさ100均の丼であろうがなんかさすごいさ草ニ焼きとかさいろんなさ有名なこの何高い丼で食っても味変わんないじゃんねだからねードにおいての「ソ」もそうなんだよソがソってそんなにねね音のね 味わいとかね。ニュアンスにはあんまりね。関係しないのでもどんぶりがないとどうなっちゃう？ラーメンこぼれちゃうよね。だからどんぶりというのはラーメンを支える。もの重要には支えるという意味でスープとかね。スープとか麺とかさ、チャーシューとかいろんなメンマーとかをどんぶりないとこぼれちゃうからね。だから、あのコードにおいての外にのも同じでコードをね。支えるの？ 他のね麺とか土とか身とかね死をね支えるもんだと思ってくださいね続いて死土みそ死の死死というのはチャーシューねチャーシューってさラーメンにおけるチャーシューってどうみんなチャーシューってかなり重要じゃね,ねいくら麺がうまくてもスープがうまくてもさチャーシューがさあのパッサパサだよこれなんだこれパッサパサでクセーとなったらさそのラーメンもう台なしやんねだからラーメンでは結構ね あチャーシューというのはラーメンにおいてものすごくねイメージを左右するね重要な位置なんですよ。なんでそれと同じようにドミソシの「し」というのはコードのイメージを決める重要な役割なんですだからチャーシューねドミソシの「し」がそのままの「し」高いままの「し」この時はねメジャーセブンスっていうねあのコード知ってるこれは後々やるけどもあの、ね、おしゃれなんです。 だからおしゃれなチャーシューかでなんかこのトロトロのさこう低温調理のなんかローストポークみたいなさこうちょっと赤みがかったようなさおしゃれな感じと昔ながらのチチャー中,中華屋のさチャーシューってちょっとさ歯ごたえがあってさこうブルージーなこう親父がさ「えいラーメン一丁だよ」みたいな「でもそのチャーシューこだわってるよ」っていうようなチャーシューのさ、あのー、違いってあるじゃんもうフレンチのような。 チャーガンコおやじが「もうな俺この道一筋30年だ俺は」みたいな「俺のチャーシューはこんだぜタコ糸でめちゃめちゃ巻くぜ!」みたいなさそういうでもどっちも美味しいけどねでもさおしゃれかおしゃれじゃないかとかさその,そのイメージって変わるじゃんだからあの死が一個下がる半音下がった死のフラットねゴリオンでいうと「せ」だけど背が入るとブルージーなガンコおやじなブルージーな チャーシューになると,になるってこと、ね、もうねあコードかラーメンが今俺も今ごちゃになってたけどねもう一回の復習するとコードというのはド味噌汁を重ねたものそのドはラーメンで言うと麺ミはラーメンで言うとスープ、ね、高ければ温度が高ければメジャー低くなったらミガス低くなったらマイナーそう、ね、は丼 ね普段はあんまりあんまり主張しないけどいざどんぶりがなくなっちゃったら寂しいよねっていう、ね、そうはどんぶりそして「し」はチャーシューイメージを決める、ね、イメージを決める重要なねおしゃれな「し」せ「せ」セブンスの「せ」だからメジャーセブンスとセブンスコードの違いそこなんだよねメジャーセブンスはおしゃれコードって言われます、ね、セブンスコードっていうのはこうブルージーなねちょっとブルースを感じるそういうねコードなんで。 どうですか、ね、かなり強引だけどコードというのはそういう、ね、あのチームであり前回はチームって言って今回は集合体、ね、麺という主役,、ね、主役の麺ドに対して相性がいいスープとかさ、ね、シュスープと、えー、チャーシューと丼を合わせたものがだか,らだからラーメンがコードってことですどうですか伝わったらな俺のこの熱い思い、ね、ラーメンが好きすぎて ラーメン屋を、ね、経営したり、ね、プロデュースをしちゃったりしたこともあるんですが、ね、そんなわしがコードのことを考えたあラーメンぴったりだと思ってこの、ね、コードとはラーメンだという話をお伝えしました、ね、であのこの後ねどんどんどん,どんあの進んでいくんだけど例えばね何とかナインスとかねいろんなコードあ見たことあるなんかもうややこしいやつ11とかさ13が入ったコードとかいろいろあるじゃんそういうのはねあの麺と麺と スープと丼とチャーシュー以外のねメンマとかさたまに変なさこう例えばこう青さのりとかさいろんなトッピングのてりじゃんいろんな不思議なそういうのいろんなトッピングがのってると思ってくださいねなんで今日はこんな感じで、えー、ラーメンというのは違う違う,違うコードというのはラーメンなんだという、えー、この強引な理論、ね、あの苦情はバチゴですねち <laughs> ことで今日こので えー、チャンネル登録バチコイ Kindle、えー、あ、5月29日に紙の本が出ますんでそっちの方もよろしくバチコイバイバイ